くるわね。はい。では、プロデューサーさん、私にハートをいただけますか？両手で作って投げていただけると。はい、いただけたら強くなりそうで。それから、一緒に行っておいで、あずさって言っていただけると。
プロデューサーさんにハートを送ってもらいましたから、どうしても報いたくて、あの感謝の印に私からも送りましょうか。具体的でたっぷりトップアイドルのハート。幸せフォーチューン、タロット占いの番組をやらせてもらえるなんて夢のようです。収録に備えて練習はしっかりしておかないといけませんね。さあ、最後の占い相手はプロデューサーさんですよ。なかなかぴったりのカードが出ました。弥生ちゃんは節制で、高根ちゃんは月でしたね。ゆきほちゃんはなぜか忍者だったのですけれど、あれはどう解釈すれば。ああ、そういうことだったんですね。ならぴったりかもしれません。それじゃあプロデューサーさんのもぴったりのを引き当てますから、始めますよ。プロデューサーさんのカードはこれ。あ、死神ですね。あまり良くないカード。
あまり気にしないでくださいね。運命は変えられるものですから。私がトップアイドルになれたように。プロデューサーさん、いざとなったら私に取り付いてくださいね。こんな死神さんなら大歓迎です。いえ、最後にもう一つやってみたい占いがあるんです。番組の一番の売りにしたい占い、それは相性占いです。プロデューサーさんと私の未来、占ってみてもいいでしょうか。でも、もしかしたら一緒に世界を取れるかもしれませんよ。私たち二人のカードは、これは恋人。プロデューサーさんと私は将来、困りましたね。こんなにいいのではなくて、ストレートなのが出るなんて。あのプロデューサーさん、じっと見てますけど、私のどこを。占いの結果が実現するのはもう少し先みたいですね。